さあやってまいりましょうか。本日もビンドブルーホースです。とにかくダメだ。どうもよろしくお願いします。今夜だけ急にどうしたんだろうな。ジョディめちゃくちゃパンクな感じになってますけど、オーケーだよ、オーケーだ。みんなはいいのに私だけダメなの？しゃーねーだろう。ルパンあいつは一度だって遊びに行ったなんとかのサリンたちもするけど、ボディーガードなんだ。それにルールがある。望んでそうなったわけじゃない。ただ外に出かけて友達を作りたいの。他のみんなと同じように。あれだけ友達を作ろうと思ってボコボコにされたのに、それでもやっぱ友達が欲しいんだ。どういう心境なんだろうね。ホグワーツみたいなネクタイして。分かってやれよ、博士だって心配してるんだからさ。何も言わない。パンツ見えるよ。あ、なんか網タイツボロボロに破れてるけど大丈夫？触らないで、セクハラよ。いくらパンクな格好してたとしても、私シルガルな女じゃないよ。何があったよ。呼ぶとで思った。うわー、なんかすごい心境の変化があったんだろうね。だからあれだけなんかいじめみたいなことがあったから、どうしてもやっぱ耐え難いみたいなね感じになってるんだろうね。無理か。さあ見えるわよ。これで、あ、もうイライラしてるからポーン。もうやめろジョディ。こんなことしても無駄だぞ。やりすぎいいし、いいね。こんなこと言ってもムカつくもんはムカつくんだ。うん。やめてエイデン。あなたが怒っても仕方ないで。あ、ベッドの位置が変わってる。すごいパンクな感じだね。なんだなんだなんだ。戻ってもらう。お電話です。どなたですかね。もしもーし。違う、隣だった。本当？部屋はぐちゃぐちゃにしましたけど。おう、ぐちゃったで。もう落ち着いた。違うね。あ、わかった。また明日。監視カメラを壊す方法か何かがあるんだ。あれだけすごい目にあったのに、これだけね、なんか友達となんかうんぬんしたいっていうのは、やっぱり人と関わりたいっていうなんか気持ちの表れがあるんだよね。人間って結局、幸せになるには3段階あって、一つは自然に身を置くこと、一つは人間関係、一つは成功とかって、まあ、いわゆる、人と比べての成功、なんていうんだろう、幸せかどうかっていう、まあ、その判断基準なんでね。なんかいろいろあるんですよ。セロトニンとか、うん、だったっけな。なんだっけ、セロトニンと、イシトシン、オキシンだったっけ。あ、なるほどね。乗っ取るんだ。乗っ取れないと。どことか。オーブを乗っ取る。これでもゆくゆくはでも乗っ取ってたってことがバレるよね。で、これどうしたらいい？めっちゃ待ってくれてる。で、ドアを開けて、さすがエデン、ありがとうっていう感じになるのかな。うわー、罪悪感でいっぱい。ごめんなさい、コール。かまわない、コール。そんなことしたくないけど。イコール。分かってくれるよね。わかる、コール。どうしても。いってらっしゃいね、コール。たいの何があるんだろう。ライブ？行くんだ、コール。なんかここら辺でボクシングかなんかやってるね。ピザがいっぱいある、コール。やっぱりピザコール。で、スニーキングミッション開始かな。バレないように。バレてない、バレてない。暗っ。何これ夜中かなんかなの？ちょっと分かってる。え、後ろからついてきてるの？怖いな。ホールがなんかめっちゃついてきてるぞ。さて、A の107から行くべき。A の1。もう大胆に行くのね。思ったら、あ、行き止まりだった。あ、なんかいるよね、こういう感じの。あ、違うんだ。こっから出ていくんだ。了解。じゃあ行きましょう。あ、いけない。来ちゃうよ。おへそ見えちゃうよ。あかんない。鍵かかる。そりゃそうだよね。持ってないの、鍵。あ、持ってるよね。持ってるよね。およこし。ロックキーか。なるほどね。キーじゃない。カードキーだ。じゃあ行こうか。よし、開けて。慎重に慎重に。ホプキンス教授がいないかな。ホプキンスじゃなかったよね。何教授だったっけ。いないね。あ、もうこれ出口？
そんなすぐ出れるんだ。ホールグイグイ行くな。エイデンだけどさ。おへそは見えない。あ、でもスタイルいいね、やっぱりね。CIA に入る前なのになかなかだね。違う、外じゃなかったわ。でもあれだね、多分待ち構えてて、こんなこったろうだと思ったよとかって言ってきそうじゃない？教授は1枚も上手も、2枚もね、上手だったりするからね、こういうパターンね。でも、あれを通ると…ジョー、コール、ジョーディ。おお。散歩にしちゃ遅くないか？そうなんだよね。まあちょっと、新鮮な空気が吸いたくて。うん、うん、ちょっと気分が、体が悪いみたい。気分が悪いのにそんな格好してて大丈夫かい？ジョディ、今日はその格好どうしたんだ？大丈夫？病院に電話しよう。ここ病院じゃないの？いいのいいの、大丈夫だから、あの…散歩、そうそうそう、人間の幸せって、第一段階は自然に触れることだから、それがなかったらね、あの幸せに人間関係が良かったり、成功したら成功しても意味がないから。まさか、乗っ取ってるんじゃないだろうな。期限なんだよね。これちょっと、あのそれを、ジョディがなんか言うのってすごい、こう、黙ったままで。怪しいな。乗っ取ってるんじゃないか。喉。声が出ないみたい。これも嘘っぽい。なんかの。全部嘘っぽいな。ウイルス。何のウイルス？ノロ？あ、いろいろ私も聞いたんだけど、それくらいしか。嘘下手か。他の人に移すなよ。俺なら家に帰って寝るな。そうだね。みんなのためにも。すげえいいやつ。でも嘘だってバレてると思う。行けよ。ほら行けよ。行ってきます。ただし通報はするけどなって。スーとかならないの。あーあああ、そこは開くんだ。へえ。うん。少なくともコールの車は知ってる。コールの車どれ？カメラだらけ。長くはいられないな。バレるやん。これかコールの車。これだね。開かなーい。コール、開けて。ああ、これだよ。さあ、どうぞ、受け取りな。車に乗って。ピピか。あ、それで2013年だもんね。そりゃそうだよね。コールが運転するのか、これ。これ、エイデンが実質やってるよね。で、ブルン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 。お？そんな感じじゃない。ああ、ああ、後ろ乗るのね。助手席に。ニョンヨン。これって、ポールを、いつまで乗っ取っておく。まだ体が見えてる。どういうこと？体が見えてるってこと？体が見えてる。あ、え？どういうこと？出るって。体が見えてるってどういうこと？あ、え？でも、もうこんだけがっつりカメラに映ってたら意味がなくない？どうしよう。こっちか。違うな。そっちじゃないね。これでも体見えてるよね。じゃなくって、後ろに、前に座ってリクライニング倒すという感じでいいんじゃないか？そうだね。これで出発しよう。よし。じゃあ映るー。もろバレするー。カメラの数めちゃくちゃ多いー。隠れてるちゃんと。あ、じゃあ、いやいや、バレてんな。あれ、ジョディだよね。ジョディ？違うよ。私、ジュディ。トムとジュディだよ。どこに出ていくつもり？見て、エデン出して、早く！おー、大胆！今すぐ連絡しろ！逃げろ、逃げろ、逃げろ。こんな中途半端な山奥で、ここでまさかポールに戻って、よくないよジョディこんなことをするのは、そういうわけでもないのかな。許してくれるよね。許します。こんな夜中に何が起こってるんだ。心配しないで。今何時なんだろう。じゃあ戻っておいでって。これ離れたら、エイデン森の中に連れてって安全な場所に。ち
喋れんの？てか、でも本当にエイデンの正体って一体何なんだろうな。森の中に連れてって。あっちゃん、私を森へ連れてって。いけないんだけど、どうしたらいい？壁を押してもいけないし、森の中も、めっちゃなんか見えない壁に阻まれている。森。こっちに行けるわけでもないし、どっから行くんだ？できることがあるわけでもないし、森の中へ。こっちじゃないよって。ああ、なんかもしかしてこっち？ここ行くの？ジョディも何か言いたまえ。ああ、行っちゃった。本当に行っちゃった。森の中へ。森の中へ。行ってみたいと思いませんか？うふ。まさかと思うけど、下ピアスとかそんなやってないよね。お酒飲みたかったの？じゃあ成人したってこと？ジョディ。ほら、着いたよ。おう。みんなもう中にいるはず。大丈夫なのか、あんなの中にして。飛んでいきます。じゃあ中にどんな奴らがいるのか先に見てやれない、見れなかった。残念。雨は降ってないね。降った後だったね、これね。みんなと友達できたの？果たして。お邪魔しまーす。トットおる。痩せたトットがおる。マジか。あれ？いないじゃん、友達。まだいない。ああ、また騙された。騙されたオチじゃん。普通の2、ピンボールゲームで遊べたりはしない。こんなんお子様が来ていいようなとこじゃないでしょ。寂しい。ビリヤードとピンボールしかないの。さあ、座ってようか。座ろう。で、なんか多分絡まれるんだろうな。ああ、足の組み方がセクシー。年はいくつだ？ 21。いや、嘘だな。17くらいだな。レモネード。ここで酒頼まないところがもうさ、完全に未成年をバラしてる感じがするよ。いや、はい、あの女ならやれるぜ、みたいな。左トットだよね、若かりし頃の。2013年だとして、20何年前のトットみたい。25年前のトットみたい。いいのか悪いのか分かんないの、これ。友達来ねえんだろうな。まあ、ちょっとガブ飲みして待ってよ。レモネードでも飲んで待ってよぜ。いたたまれなくなって立ち上がったー。どうしたらいいのかな。なんかできることある？乗っ取る。さっきやってたあれだっけ？時々なんかね、急に画面がグワッとする。今、トット。いくつだと思う？いや、16か。おぉ。こんなとこで一人で何してんだ？いや、あなたが知るところではないですよ。俺たちの相手しに来たんじゃねえか？わあ、エロい展開。広い展開だね。やっちゃう？見てみろよ。あのガキ結構俺のタイプ。マジか、青い髪がよ。いやでもとりあえずタイプって言っちゃうタイプなんだな。おい、お前だってその気がないわけじゃないだろう。ああ、若かりし頃のトットってもう昔からあれだったんだね。まあ、いや、んなわけないよ。それぐらいしか思いつくことはないけどね、こんな時間に。違う。そんなつもりじゃなかったんだよね。おい、なかなかいい体してるじゃねえか。いい体してる？顔も悪くない。まあ、美人だね。あ、違う。R か。じゃあ、トットじゃないのか。何じゃあ、トットの仲間かなんか。いいね。もうおへそがね、どうやらおへそが見当たらないんだよね。おへそなくしてきた。そろそろ向かってくるのかな。てか、どうしたらいい？何したらいい？手洗い。いきます。これは、男子トイレ？女子トイレ？兼用？わー、兼用っぽいね。こんななんか、バーのところでね。どうした？分かってる。姉さんはカンカンだよ。姉さんだ。そうだ。ポールと姉さんだ。貴重な体験。私と遊べるんだよ。
あんな目に合わせてきた友達とまた同じとかだったら大変だけどね。違うのかな。で、これトイレから戻ってきたら、あ、なんかこっちもある。あ、じゃあ戻っちゃった。あれ、いないね。さっきのビリヤードやってた、なんかもうちょっと若い連中は何してんだろう。これは？あ、遊べる。Push me。あ、なんだ、実際に遊べるんじゃないのか。やっと、お、いける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 。連打うまくいって、で、ポイントゲット。ガムが食えたりとかしない？おーおお。いけるんじゃない？クリアクリア。わー、めっちゃ見てるー。お尻めっちゃ見てるわー。スカートめくってきそう。俺もおこぼれちょうだい。やばいね、やばいね。何やってなんかガチャポンって。一緒にビリヤードでもやるか。あー、なるほどね。ちょっと遠回りから。いいよ、やってやろうじゃん。いいよ。乗ってしまったがゆえに、勝ったら俺とちょめちょめだぜって言ってくるんじゃないこれ。まさかと思うけど。ビリヤードやったことあんのまず。うわ、最低。そんな無理に決まってんじゃん。女の子の力で。あ、下手くそ。急に、え、でもあれだ、CIA になってからじゃないの、あれ、あのパーンっていうのは。一人で何してるんだ。友達を待ってます。近い近い。開けよう。別に。あんたに夕霧ないし。あー、出た。いきなりなんか入れてくるの？入れてきたらかっこいい。ダサー。それはダサい。よくやるけどね。あの男が彼女にカッコつけてね。でもビリヤードとかも5、6年やってないよね。正直。ここにはちょっと若すぎないか。21です。星は別に関係ないでしょ。それに失礼じゃないの。レディに女性を聞くな。レディに女性を聞くってわけわからない。レディに年齢を聞くなんて。おい。うまいもんじゃないか。当然でしょ。あなたたちとは全ての出来が違うの。ママには言ってきたのか。ママなんていないもん。真実、ここは本当のこと言ってあげよう。友達に会うために抜け出した。ああ、どうか友達ね。どこに行くんだ？まだ姿を見せない。そういうことです。なかなかいかついな。そうそうそう、ビリヤードってね、あの、弾を入れることができたら2回連続になるんですよ。これどう？ちょっと、やめてよ。いいだろ、嬉しいくせに。うわー、来たー。平手打ち。うん、あー、でもこういうタイプは興奮するのか、こういうのが。それを認めるお店もどうなの？うわっ、おー、そう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 、いきなりエイデンがいるからね、残念ながらね。あれ、ちょっと待って、これさ、どこにいる、きっとけ、逃げたら逃げる。これあの店長もやろうとしてない？これなんか、いえ、腰抜けじゃないっすよ。どうしたらいい？ああ、ペポーン、痛いよって。あ、こいつも怖そう。この店の中ボッコボコにしていこうぜ。さあ、これをセットで、もう一丁机もと、あ、すごい上手。そして、あ、お金チリーン、あ、盗まれていくんじゃないか。さあ、そして最後とどめに、ずし、このままじゃあれじゃやばくない？まだいける、まだいけるか。何があった？そういうことですね。黙ってる、フランク。フランキー、黙ってない。あと、あ、これか。これもいけ、あれ？ああ、なんだ。ちょっと待って。大丈夫？ルディ、大丈夫？あ、やばい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 。こいつ、エインじゃなかったの、さっきのおっさん。ってっていいんじゃなかったのか。じゃあ、とりあえず、あれ、あ、こいつを乗っけるのか。魂を吸い取ります。ピン、ちょっと加えてるよ。ああ、そこまでやる。おお、やっちまった。まあ操作したのは僕なんだけど、うるせえ。最後自分に向けるんじゃない。
嫌な予感が。やっぱり。うわ、エイデンそこまでやるか。いやー、はやー、ちょっと。ゾンビパートよりも、えぐい結末になったな。あ、ジョディ。よくここに来たね。なんてことだ。大丈夫か。友達も来ないし。一体何があったんだ。友達は多分来なかったんだろうな。みんなみたいに。ネイさんが一番の理解者だったんだよね。でもその CIA かなんかになった時にただ私を利用したかっただけだったのっていうオチがあったけど、あれが気になるんだよね。やっぱネイさんって最終的に黒幕なのかな。実はエイデンを植え付けた張本人だったりして、レッドハウスでの出来事でした。え、あれはみんなぶち殺すのかな。男たちの誰かを殺した。誰かどころかあれでね。あ、なるほどね。ガードに嘘をついて、あ、本当のことを、客の会話を盗み聞きしたのはあれなんだけど、男たちを撃退できないパターンも、あ、撃退できなかった。ちょめちょめが見れたのかもしれない。大体みんなと同じルートたどっている気がするんで、たどれてるってことは、おそらくグッドエンドを望めるんじゃないかな、なんてことをね、勝手に期待しております。ということでね、こいつも、なんかちょっと、いろんな意味でダークな回だったんですが、ご視聴させてもらいます。また次回お会いしましょう。バイバイ。